プリエブラにあるモスク2003年の国勢調査によるモンテネグロの宗教別信者の割合を表した地図。イスラム教信者は南部及び東部に多い。本項目ではモンテネグロのイスラム教について記述する。モンテネグロのムスリムは国内の少数派宗教の内最大の信者数を獲得している。2011年の国勢調査によると モンテネグロには118,477人のムスリムがおり、これは全人口の約19.11%に相当する。モンテネグロのムスリムは大部分がスンナ派を信仰している。15世紀、モンテネグロオイバンツルノイエビチは、ベネツヤ共和国と共に戦ったが、オスマン帝国に敗北。オスマン帝国は、モンテネグロの領土の大部分を征服しイスラム教を、 導入した。イヴァンの三人目の息子、スタニシャツルノイエビチは、モンテネグロ人発のイスラム教徒となり、これ以降イスラム教は、ツルノイエビチ王朝にとって知名度のない宗教では、なくなった。スタニシャツルノイエビチは、スケンダーベグ・クラナジェビックという名前で、セティニエにあった首都を治めた。 彼は、スルタンセリム一世の治世の期間中、スラブ系民族が多く住むオスマン帝国北部において、最も信心深いムスリム治世者の一人としてよく、知られていた。スタニシャツルのイエビチは、約3000のアクンジの軍隊を指揮したことで知られるほか、ガジハスレブベックのような当時の周辺治世者と、書状の交換を行っていた。1704年、モンテネグロのキリスト教信者は、 トルコ人の審判として知られるムスリムの虐殺をクリスマスイブに実行した。モンテネグロのムスリムは民族的には大部分がボシュニャク人とアルバニア人で占められているが、モンテネグロ人としてムスリムを名乗る者もいる。ムスリムはその大部分がセルビアとの国境付近にあたる三尺、地域やウルチニ、バール、ポドゴリツァに居住している。 ボシュニャク人は、モンテネグロ人ムスリムと同じ民族的背景を持つが、彼らの所属する民族に関するイデオロギーは異なる。モンテネグロには13のイスラム教コミュニティが設立されており、ポドゴリザ、トゥジ、ダイナッサ、バール、オストローズ、ウルシニ、プリエブリア、ビエロポリエ、ベラネ、ペトンジーカ、ロジャイエ、プラブ、ガザニにコミュニティが存在している。 2011年の国勢調査の民族構成によると、国内には118,479万人のムスリムがおり、内訳は以下の通りとなっている。ありがとうございます。